い、皆さんこんにちは、ノーです。まあ、今回はですね、ワールドミッションの方を使ってちょっと対戦していこうかなっていうふうに思います。かすげえ。ダメです、それ言っちゃダメ。かすげえ。いやー、なんでワールドミッションね、結構自分も結構ガチ部屋とか潜ったんですよ。で、あのね、すんごい思うのがカードの枚数が少なすぎる。少なくない？だって言うて1308枚じゃん、で、その中から使えるカードってさ、大体 10% ぐらいでしょ。そう。だからさ、もう本当にカードが少ないよね。少ない。黒ナイ 100% だよ。黒ナイ 100%。 で、あとシーラスの 100%。 あ、そうなの？シーラス。あ、まあシーラス 9割ぐらいいる。ウーブ使うときに使う。ウーブ、あのウーブ、カチコチウーブ、カチウーブ。あれ使うの？強くない？カチカチウーブ。いや、まあ勝てば、チャージ勝てば、キラシンカーの上位ご飯。あ、しかもあれヒーローだから。そう。あー、なるほどね。そういうデッキを使うの。しかも軽減無効がいないから。そうなんだよね。で、軽減を無効化するのもシーラスぐらいしかいないからさ、なんか正直そのスーパー一心論ゼロみたいな貫通系だとは、あの解き解みたいなさ、その倍増系、与えるダメージ減少系のカードがいないとね、ちょっと物足りないよね。厳しいっす。だからそのラムーシュのさ、なんか必要性がないよね。そう。よし、まあとりあえず決まった。あ、決まった、オッケーっす。じゃあそろそろ対戦していきましょうか。行くぜ。じゃあ俺ちょっとあっち行くわ。あ、了解。丸見えになっちゃう。そう、これね、今テレビ画面でやってるんでちょっとね、丸見えになっちゃうんで、じゃあキリ君にはちょっとあっち行ってもらって。行くぜ。おー、悟空、何それ。もしやまさか穏やか、絶対に悟空は穏やかだと思った。穏やか、穏やか悟空だと思った。穏やかまさかじゃないじゃん、僕。いや、もう見えなかったから最初は。あー、そっかそっかそっか。シンクじゃないし、もう。何それ。シンク悟空いるよ。そだ。いない。シンク悟空いたら強いよ。あれ、ヒーローじゃん。そう。あー、そっか、ヒーローはいるかも。うわ、いく。マジか。しかもサイヤマンいないし。しかもね、サイヤマンいないね、気持ちいい。あ、言うてクロノアがね、後に発動するから、まあ、一本はあるよ。スケベージーだね、スケベージーでやるから。いや、このゲームのスケベージー最強じゃない？強い。やっぱ、プティンがいないとこんなに強いんやっていうさ。クロノアいないんじゃねえや。うー、寝ろ。ブッ。進んでない。なんでなんでなんで、おかしい。これがね、ゴミゲーム。ゴミゲー要素のね。ゴミゲー要素だって。言うて硬いな。ブーはね、これ強くない？このブー、まあ、これもアルミなら超強いと思うんだけど、ビビトラ見ねえし。確かに。そのガングロ卵ちゃん意外だん、結構。ああ、これは普通に強いと思う。さあ、ここで悟空が起動していく。ああ、領域か。悟空、ああ、分かった、あれか、聖地五段のやつか。そう、やっと分かった、あれか。あ、なんかダメだな。いや、もうこれはあれでしょ、 LGX のせいだよね。あ、待って、違う違う、今の違う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 。あー、あったね。これ強くない？なんだっけな、サポート効果でしょ、これ。そうそうそう。なんかあったな。うわー、なるほどね、そういう系か。この悟空なー、なかなか使ってる人いないけど、全然効果は覚えてないけど。ドミグラのサポーター版みたいな。あー、極寒ね。そう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 、極寒。なるほど、そうきたな。うわー、ガングロ卵ちゃん強っ。これはえぐい。これゲロなんだよな。ゲロ、ガングロはゲロ。これ3倍になるからね。ガングロチーム。いや、強い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 。いや、ヒューの引きえぐいな、今日は。これマジ日によってクロナーにめっちゃ乗っかるから嫌なんだけどさ。あー、ゴミゲー予想めっちゃ乗っかんの。ヨマカスが7000制限持ってたら動くんだよな。持ってるのかな？持ってる。え、何それ聞いたことない。そんなんあったっけ？7000制限。あ、でも聞いたことないですね。うーわ、ゲロ。エロい、エロ。気絶
向こうだな。いやどうかね。いやマジか、サポートえぐいな。まあ、いつもだったらここでベジって呼んでんだけどさ、ちょっと今回はあれっすね。マジラムーシーがマジで腐ってんだけど。暴走入れると思った。あ、絶対暴走はいると思った。意外と入れない。ラムーシーいると思ったんだよ俺。ああ、そういうこと。いやーまあいっかこれで。まあ言うてでも火力はそんな。コルドなんだっけな、ロックオンかなんかじゃなかったっけ。そうだね、なんかもなんかどうでもいいロックオン持ってたよね。確かに、ちょうどでもいい。高が過ぎてる。うわぁ、なにそれ、なんで、どうやって、どうやって手に入れるのそれ。え、なにが絶活。あ、もう普通に。え、どうやってそれ、ストーリーそう、ストーリーストーリーなんだ。なんだっけ、冒険シリーズ、まるまるの冒険シリーズ、あれで、確か序盤に手に入る。何やってんの。ん、何やってんの。行き過ぎカプセル。誰だ。ああ、サタン、サタンか。グミ、グミのサタンか、それグミのサタン、すごいね。ああ、乗らないというね。グミマジで逆にすごいね、3個で乗らないっていう。これ、あんま意味なくない、これ。あんま意味ないどうせサタンだ、あれはかね。とりあえずガングロだけすぐワントこれだけ決めれば勝ちでしょ。それ1万8000余裕で出ちゃうね。いやそんなには出ないね。嘘、1万乗ってて10万でしょ。あー出るかもね、1万5000まで貫通じゃんだって死ぬんだけど、しかも逆に当たんなかったらなんもないかな、届ける。気絶しないのがうんこなんだな。2万3000、あー微妙っちゃ微妙。あーなるほどね。あったな。で、ゴルフリはまだチェンジできないんだよね。うん、3ラウンドなんか遅い、それが救いだ。遅いイーシンロンゴアスみたいなね。ガングロ卵、いやー微妙ね、これ暗黒神論が怖い。あ、でも全然問題か。ここで全活のあれが決まれば強かった。あー、そしたらやばかったてか、そのデッキあれ入れればいいの、5000仮面。おー、確かに2キルね、悟空じゃなくて5000仮面でもいいかも。あ、ゴルフリ、ゴルフリない。いや、ゴルフリ強くないこれ。なんか微妙。先行ミスターサタンで取れるからさ。ああ確かに、クロノを押さえつけられる。うわおマジ、何この弱さ。信じられないよ。クロノは並みに弱かったね。クロノは弱い、フルサイのリクイクラッシュなんだ。クロノはもよっぽど弱いよね。弱い、2万乗って1000ぐらいしか入る。いやー、マジンプティも導入されるのがね、全然軽く出ないんだけど。なんでなんで弱くね。あー、シーラス。あー、そっか、5000上がってる。そっかそっか。あと 25% 減がやっぱでかい。あれ、でかくない？ 25% 減、うん、でかい。なんか 60% ぐらい軽減されてる気がする、あれ。気持ちいい。調整で、うん、軽個性。チャージがだいぶゴミなんだけど。ミラクルダメ。このダブルキスすぎだしな。まあ、ここ防げば多分俺の勝ちなんで、3ラウンド目で。あー確かに、サタンで全国取るから。もっと出る気がする。調整調整、強すぎるから個性。なるほど、あーなるほどね。なるほどな。ガングロ卵ちゃんが無条件で技打ってるからな。ああ、ケール決めれば勝ちですね。ガングロやられたら負けだわ。ああ、でもな、言うて気絶しないんだよな、ブーな。いや、ここミラクルいない、ガングロ。このブー勝った、マジ勝ったよ。ああ、まあまあ意外ない、マジあ、ブーに行ってるからか、弾持ってる。ああね、ああ、そう、忘れるね。ああ、まあ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 いいや、ミラクルだね。マジガングロ V って言われてると思ったら、ここは言うて入る。黒のだったら言ってる、ここは。マジケールゲーじゃないこれ。うん、あー、無駄に決まるというね。ミラクルだね。ウイケよ、ウイケよ。おい、なんでお前だけこっち来んだ。
お強っ。うわー、くすよっ。いや、これタイトル待って、何があんだ。意外と C ある。4つ、3つぐらいあるかな。え、これサタンにさ、なんかスターブレイクとか当たったらさ、あれにならないの。なんない、なんない。そんな夢のような話は。うわー、あ、なんないよね、あれ。わかんねえ。いや、まず当たんない。あ、当たんないんだ。多分当たんないんだ。え、待って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 。え、やばい、ワンチャン微妙。ワンチャン微妙、ワンチャン微妙。あー、待ってね。それケールと組むんでしょ、どうせ。そう、ケールと組むんだな。3000ぐらいで。いや、もっといくんじゃない。あー、でもクロナーに2万乗っかってないか。あー、そっか。クロナーに2万乗っかってればな。え、待って、いっかな。これでいったら2万だけど。いやー、微妙微妙。いや、ケールが10万。おお、強っ。マジで言ってんの。え、トリプルマンの。あ、待って、これ勝ったかもしれない。え、誰がトリプルマン。え、フリーザ。あー、忘れてた。マジかー。いや、ブー入れば硬いからだな。あー、そっか。クロノアとブーに入れば。あ、そっか、クロノアとか硬いの。おー、なんでこいつだっけ、マジで。入れてトリプルはそんな出ないし、2000ぐらいじゃない、うん、だから変態ゾウさんのスターブレイクだね。そう、ブレイクがブーかクロノに入ればいける。いや、ゴルフリーけ、マジゴルフリーけ。これでトリプルで気絶するんだよ、これ。え、そうなの。あれ違ったかな。あ、違うかな。フリーザー違うか。なんでこのフリーザーなの、これ。あ、そうだ、気絶だ。気絶のトリプルだって。マジで強いね。で、まあ、これと、あの、さっきさっき&亀裂のトリプルだから何気強いなと思って。で、ワールドミッションだったらぶっちゃけさ、あ、待って、意外と入った。マジ。うわ、やばい。マジで。これいったべ。いや、待って、わかんない。まだブーに行けば当たるところによる。ガード先し。いや、これわかんないんだよな、あれがな。頼む、減り具合。へ、 CA が結構。いや、わかんない、誰が。これブーだな、これ硬い。マジで絶対硬い。え、硬くない、これ。わかんない。スターブレイク、最後のガード。まあ、ちょっとでかいから。あれによる。硬い、硬い、硬い、硬いぞ、これ。あの、ゴルフリーけ、ゴルフリー、ゴルフリー。言うて。ブーかクロノア以外。あー、クロノアだ。どう？待って、硬い、こいつ。そっちの方が早いんだね、なんか。あー、余裕で残ったね。よっしゃ。あぶねー、マジかー。危ねー、マジで。あぶねー。ちぇー。トリプルアッツに死んだかと思った。よし。うわー、マジか。いや、これは、いや、でもフリーザー寝てるから。よっ、チェンジできない。できない。うわうーん、きた。それ臭いな。きた、これ。制御失効する。気持ちいい。うーん、微妙。3000固定。あ、待って、全カスはあ、まだか。そうだね、すごいね、2万近くね。なんでそんな戦闘力出んねん。あ、あれか、スキルズか。あ、待って、そしたらワンチャン先行取る。ワンチャンあった、ワンチャンあった。ね、あれ、全員出せばワンチャンあった。ワンチャンあったね。そっか、スキルズ1万500円もあるし。そう、全員出すれば失敗したな。まあ、とりあえずフリーザのチェンジ阻止できたのはでかい。ここで阻止できたのはでかい。あー、まあ言うて硬いな。え、なんかラグ。おーし、硬っ。うん、これいや、ここ勝てばいける。あー、なんでそんな楽。なんで今サタンガラッシュ入って。うわー、なんで硬くね。マジで硬いんだけど。無理。なん無理。あ、だ、あ、そっか、3000だけだもんね、あと。ほんと50%記念していいだろうよ。おぉ、僕ね、全然食らなかった。ルコスだ、ルコス。あー、しかもなし。あ、これ勝った。勝った、勝った。なんでゴルフリケたちなんだ。カスゲー要素ですね、これ。カスゲー要素です。痛い、痛い。変身のゴミゲーだ。いや、 やっぱあれだな、5000仮面がいた方がいい。したら固定モリモリじゃん。
悟空いない影響しちゃってる。あーまあ気力ダウン十分あるからいいんじゃない悟空いなくて。これ五千仮面の方がいい。あこれ五千仮面にしたら強いね。ノンアバだったら絶対2で落とせるでしょ。うん、やばねー早いねそっち。俺まだハンターらしくない。早いねさあやるのか。いやまだ乱活があるから。乱活にかけるもん。したら三段組で先行ってくれ。沈めてやる。あーっワンチャン次でも。いや次やる。終わり。おみげーす。オッケー。いいわこれ。このゴミで売ろう。よし、売り行くか。今から売り行くわ、これ。スマブラ要因ですね、このスイッチは。スマブラ要因とか悪みやんねもう。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。